どうもじゃあ大仏宮です。今日もバーサスペペペマンの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。さあ、スワップルールなんで、まずはどちらからスタートするかといったところだが、ぷよスタートでスタートする。ぷよスタートで、先ほど GTR ですね、お互い。しかし、ここで手順が変わる。手順変わっているが、まあ、同じ土台ではある。こちらは、挟み込みですね。挟み込みで、まあ、連鎖数を稼いでいる感じだが、相手は、座布団多めの感じで連鎖数を伸ばしてますね。さあ、八尻発火してくる。それに対して、こちらも黄色発火で、連鎖数的にはどっちがでかいかな。開幕お互い TSD 一勝。相手8連鎖か。8連鎖に対し、こちら9連なんで、一応こちらの方が少しでかい。さあ、そこに相手置きミスしていたのもあって、こちらの方が連鎖数1連鎖でかいのもあって、さらに、ポリレーも噛み合っていたので、刺さりましたね。まあ、1連鎖でかいってだけで、やっぱり6ラインだったかな、5ラインぐらい火力飛ぶんで、結構1連鎖の差っていうのも、侮れないほどの火力が来るんですよね。さあ、こちら DT4。今度はテトリススタートでしたね。テトリススタートから始まって、1ライン削ってから T スピンシングル、さらにテトリス。それに対して、まあ相手も結構穴バラは行っているので、まあどうでしょうかね、これ。5部かな ?T スピンダブルテトリス、この2発仕込みは非常に強い。こちらさらにテトリスも構えてあるんで、単発ってコンボつきましたね。さあコンボ付きのバックトゥバックテトリスでかなり振る。さあどうだ相手紫で緑ハッカーで、伸ばせないと見て打ってくる。それに対し、こちらはどうだ紫ギルの81でハッカー、6連鎖。に対して、こちらも6連鎖ですね。さあ、一回受けてから、6連鎖でしっかり返して、掘っていきたいところ。まあ、かなり競り上がってはいるけども、下穴が非常にいいので、有利じゃないですかね。これはまあ、有利だと思います。さあ、相手も火力どんどん送ってきてはいるが、まあ、地形的には有利ですね。Tスピンダブルしっかり受け切ってからテトリスで火力、ってか、仕込み、テトリス仕込み入れて、相手はTスピンダブル。さあ、2段強振って、さあ、2ダブ打った。コンボ付きの2ダブなんで強い。相手はもうコンボないんで。連結2連だが、1段強振る。やはりコンボは非常にでかいですからね。コンボつくだけで本当に火力が全然違うと。さあ、単発で邪魔しに来ているが、こちらはこれは3連かな ?3 連。3連差でコンボつけて、相手は単発でコンボつけてる。T スピンダブルテトリスのコンボ付きなんで火力が高い。さらにテトリスのコンボ付き。T スピンダブルはコンボはつかなかったものの、かなり火力が遅れてますね。相手、あゆみの、J みの、おお、掘れる。S みの、T みの。さあ、強い。掘り連がかなり噛み合って強かったが、こちらなんとか耐えてからの T スピンダブル。さあ、ぷよ側では相当有利なので、コンボつけて、こちら3ダブが刺さる。まあ、ぷよ側の有利をそのまま活かした感じでしたね。相手もホリレン噛み合ってたけど、まあ、なんとかしっかり耐えて、耐え切ってテトリスで。耐え切ったら、まあ、ぷよ側で有利が取れていたので、そのまま押し切った感じですね。コンボもしっかりつけて。コンボを忘れないことは、まあ、このルールにおいての一番最重要と言っても過言ではない、ね、技術ですね。コンボつけるの忘れちゃうともうそれだけで逆転されちゃいますから。さあ、相手がかなり火力を送ってるのに対してこちら積み込んでいる。TSD で、相手も TSD。さあ、テトリスまで打ってきて、テトリスをテトリスで相殺してから、相手 Z ミノの置きミス。仕込みがないのに対し、こちらはテトリス仕込みなんで、これも相当有利ですね。さあ、一方的にテトリス送られて、2段強。さあ、この有利をしっかり活かしていきたいところだが、ミスか、これ。さあ、これは、一応コンボの5連鎖だけども、あんまり良くない手だろう。おそらく置きミスでしょうね、これは。さあ、どうだこれは、一気に逆転されたか。6連鎖、7連鎖打たれて、コンボ付きのテトリスで、からのティスピンダブルでなんとか耐える。しかし、圧倒的有利だったのが、ちょっと5分ぐらいになっちゃいましたかね。まだちょっとだけ有利か。ちょっとだけ有利だけど、まあ、比較的、5分ぐらいになってしまった。あ、T スピン打たれて、それしっかり総裁外して、テトリス仕込み。相手も仕込みないんで、これはまた相当有利になりましたね。単発打ってからできれば、テトリス側にコンボつけたかったが、間に合わず。
さあ、コンボ付きのニトリ強い。ニトリでも、このコンボつくだけであんだけいきますからね。赤玉と三段強。非常にでかい。さあ、相手、ちょっと延命するために、カサカサして、カサカサしてるけど、こちら、紫赤で。しかし、二ダブにしてしまった。二ダブにしてしまったが、まあ、コンボつけるだけで、まあ、これは相当有利ですね。刺さる。うん、やっぱり、コンボ。コンボっすね。コンボのニトリ、本当に強い。まあ、その、5連鎖までコンボつくんですけど、なんで、後の連鎖でつけるっていうのもありだし、その先の方に、まあ短い攻撃でコンボつけるっていうのもありっすね。2ダブは2ダブでもそのコンボつくだけで本当に火力変わりますから。短い攻撃に、さらにコンボ増しましと。ね。もう一つ見ていきましょう。連鎖数だと5連鎖までつくんで、まあ最後の方の連鎖につけたかった場合は、まあ大体8連鎖ぐらいからがベストかな。8連鎖、9連鎖、10連鎖、11連鎖、12連鎖。で、12連鎖までしっかりコンボつけますから。さあ今度は、プヨスタートで、こちら座布団多め、横さん多めっすね。横さん多めでしっかり黄色ハッカーから一応繋がってるか。それに対して相手は、青ハッカー。青ハッカーで、緑青と。しっかり積もって、で、こちら、青ハッカ、相手、緑ハッカ、どうだろう？これは、相手、ま、連鎖日しっかり、緑、黄色まで入っているんで、しかし、こっちも赤まで入ってるか。大体連鎖数同じぐらいですかね。9連鎖、10連鎖、11連鎖。ま、同じでしたね。11連鎖対11連鎖で、完全同じ。あ、こちら、DT 連組んでるのに対して、相手、平積みだが、どうだ？これ、有利取れますかね。I ミノ、J ミノで、さらに、S ミノからの連が繋がる。あ、これは有利。相手テトリス仕込んでるけど、まあ、連の方が、強いので、どちらかといえば。コンボ付きの連は非常に強いですからね。さあ、その連を活かして発火したところだが、相手もしっかり入っている。青、赤、黄色まで。まあ、これはでも、8連打たれるけども、コンボ連でしっかり返せる、ってことを把握した上での発火なんで、まあ大丈夫でしょう。4連、11連、12連、13連、12連までコンボついてからの14連、15連まで。強い。さあ、耐えれるか、相手。ギリギリか？ティーミノの一ミスして刺さる。ティーミノを、一応平らに置けてたら、ジェイミノで2ライン消しして、ギリギリ耐えられましたかね。しかし、一ミスしてしまって刺さる。うん。まあ、やっぱりね、結構上部だと焦りますからね。ああいう置きミスは、まあ、多発してしまうのはしょうがない。さあ、お互い、再び先折り GTR で、だいたい手順は似ている。手順は似ているが、ここら辺で変わってきましたね。さあ、どうだ？相手緑ハッカー。緑ハッカーに対して、俺も緑ハッカー。紫連鎖入れて、緑、あと赤引くだけで赤引けた。さあ、相手発火してくるが、どうだ？これは、さあ、ぶっ壊れている、俺、結構、あるように見えたが、ぶっ壊れていて、相手の方が9連鎖で2連鎖でかかったかな。さあ、これは不利。不利になってしまう。しかし、まあ、テトリスで受け切れて、なおかつ、まあ、下穴も悪くないので、ここら辺で5分になりましたね。プヨリ、残りのプヨロ的にはむしろ有利かな。さあ、2発仕込みして、これで圧倒的有利になった。相手 T スピンダブルだけに対して、こちらテトリスまでありますから。さらにコンボ付きで3段強振る。さあ、この有利をしっかり活かしていきたいところだが、さあ相手紫悪化で、2連鎖。それに対してこちら4ダブ打ちましたね。さあ4ダブ打って、相手カサカサ。青で1回単発打ってから赤で単発の仕込みですかね。さあ単発打って、しっかりコンボつけてからの3列連か。さあ T スピンダブル。こちらコンボついてないんでちょっと危ないぞ。T スピンダブルからテトリス。うまい感じにドネイトで、やって、手ギリギリ耐える。ちょっと危なかったですね、今の。コンボ、少なくともコンボつけてれば、まあ余裕があったけども。一方的にコンボつけられてると、やはり、かなり追い詰められてしまうと。あ、テトリス打ってから、相手ダブルダガー組んでるが、打ち切れるか、あれ。ちょっと際どいぞ。さあ、2ダブの3打って、さあ、積もられて、これは5連鎖か。強い。これはちょっと甘えちゃったかな、俺。5連鎖打たれて、せっかく有利だったけども、怪しくなってきたぞ、これ。テトリスの地形では相当有利だけども、ぷよぷよで不利になってしまった。相手コンボつけて、こちらも一応コンボつけてる。危ない、ギリギリ。刺さるか、これ。
いやー、危ない。コンボの1ラインでなんとか耐えて、ギリギリ。さあ、無理やり、テトリスからテスミンダブルって、相手はどうだ？ティーミノまでの、リップクリームだが刺さる。これは、ちょっと、まあ、結果的にテトリスになんとかしたって感じだったけど、ぷよぷよ側の内容がちょっといまいちでしたね。あそこは普通に、温泉ってか、伸ばすべきだったけど、打ってしまって、ぷよぷよで不利になったのがあんまり良くない。さあ、再び先寄り GTR で。やっぱりね、その、スワップルールっていうのは、まあ、先寄り GTR ってか、先寄りの土台が非常に安定するんで、おすすめですね。特に、まあ、先寄り GTR は、ど安定と言っても過言ではないぐらい、組みやすいので。さあ、緑赤で8時で発火する。相手も赤で発火してくる。さあ、これはどうだ？これは、同じくらいか ?9 連鎖。いや、違うな。9連鎖に対してこっちでは10取りだから、こっちの方がでかい1連鎖。まあ、10取りだけども、テトリス側に送られる火力はあんまり影響しないので。と言っていたが刺さる。ちょっと置きミスしていたかな。それに対してこちらは置きミスせずに、そのまま火力、マシマシに送っていたんで刺さりましたね。まあ、テトリスではやはり自分は相当自信があるので、まあ、ぷよ側の連鎖数で勝っていれば、相当有利は取れることは、まあ自信はありますね。まあ、1連鎖を上回ってましたから。それプラス、コンボ付きの俺のテト力で、刺したって感じですかね。開幕のやっぱりぷよの連鎖数は非常に重要。同時消し、例えばなんですけど、その、8連鎖トリプル。8連鎖トリプル、ぷよ2だと8連鎖トリプルより、じゃない、9連鎖より8連鎖トリプルの方がでかいじゃないですか。しかし、スワップルールだと、その、同時消し、テトリス側に送られる火力は関係ないので、9連鎖、ただの9連鎖の方が強いんですよね。まあ、極端に考えると、8連鎖クワドラプルよりも9連鎖の方が強いということです。なんで、もう本当に同時消しはあんまり考えずに、連鎖数で、考えた方がいいですね、連鎖日。まあ、そういうのが重要なルールとなっております。連鎖数ですね、簡単に言えば。あ、じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。